はい、今日はね、俺がコーリンを使っている理由ベスト3を話していこうかと思いますわ。なんでこの話をするのかっていうと、コメントでそんな感じの要望が来てたから、コメントちゃんと見てる、全部見てる、もう全部正直に話します。コーリンを使っている理由、まあつまりはコーリンの強いところを紹介するって感じの動画になりそうっす。多分今のバージョンも10票入りそうやしね。こういうこと言うとね、もうね、自虐警察がね、もうシュバババババババって来て、コーリンは5票だろう、3票だろうとか言ってくるんですけど、もう絶対にないです、10票です。っていうかここで5票入るとか認めるとマジで弱体化くるんでシャレになんないっす。まあそういう忖度なしでも10票だと僕は思います。やっぱ安定しないキャラだと思ってますね。まあ5票のポテンシャルあるかもしんないけどね、安定しないっす。じゃあコーリンを使っている理由を話していこうかなと。じゃあまず第3位、表裏が多い。これ本当に表裏できる場面多いですね。まあ当て身を決めた時、 EX パラから V トリガー発動する時、画面端で EX パラを決めた時、中ヘールでコンボ締めした時、EX パラ使ってる最中にもう一個ゲージがある時、いや多すぎひん、やばない、もうこんなに運ゲーできちゃうんですよね。今でも思い出します、ドパちゃん前に俺カッコつけて孫さんに、俺表裏嫌いなんですよね、あれって運ゲーじゃないですか、だから俺基本的に表裏はやんないようにしてますわって言った直後に、トパちゃんで必死になってめちゃくちゃ表裏してたことを今でも思い出します。超恥ずかしいです。まあそのくらい表裏は強いです。相手ムカつかせていきましょう。次に第2位、 EX パラベラムが強い。 EX パラベラムってあのシャカシャカのことですね。あれめちゃくちゃ強いんよ。例えばバーディーの立ち台パンにこっちも大パンチで差し返しして EX パラキャンセルをしたとするじゃないですか。これちゃんと繋がってくれるんですけど、他のキャラ基本的に普通繋がりません、遠いので。 EX パラリーチ長いんですよね。正確に言うとシーズン3ぐらいで評価された、シーズン4かな。あとカリンのしゃがみダイヤシへの確定反撃とかね、普通この距離で小技から必殺技つながることってなかなかないです。これも強みですね。 EX パラがこういう風にリーチが長いっていうことは、いやめちゃくちゃ嬉しいポイントですね。本当にかゆいところに手が届く。他にもリーチが長いんで差し返しとかにも使えたりするんですよね。これも結構嬉しいんよね。ラシード戦とかキャミー戦とかザンギ戦とかでよく使えますね。行くのは川の氷、しのぎたい、差し返しのインパラ読んでた。あとなんといってもこれは馬ぶれる、俺うまいっしょアピールができますね。それでは1位いきます。1位は火力が鬼、もう鬼です。なかなか見たことない人もいるかもしれませんけど、コーリンの EX ゲージ3本プラス V トリガー絡めたコンボ、えぐい減ります。やばいでしょこれ、使いたくならない。スタンチとダメージ見てみ、しかもこれ適当に技振ってて EX パラ仕込んでたらいけちゃいますからね。条件も鬼簡単です。大パンチもヒット確認できるんでノーリスクでこれができちゃうんですよね。まあ結構ヒット確認難しいですけど、使いたくならない。ゲージ3本コンボ見せましたけど、別に2本とか1本とかでも超減ります。なんと V トリガー発動中のみですが EX ゲージノーゲージでも超減ります。クラカン限定だけど、これがまあ堂々の1位の理由ですね。結局火力が正義っす、このゲーム。もうダルシムが結局上のランクに上がってこないのも火力低いからっす。もうこのゲーム火力なんすよね。これが僕がコーリンを使う理由ベスト3でした。
スーパー魅力的に見えてきたっしょ。ただね、弱いところもちゃんとあります。まあ対空が難しかったり、足が遅かったり、玉キャラがどうしてもきつかったり、 EX ゲージがないと何もできなかったり、 V リバが弱かったりだとか、ちゃんと弱点もあります。ていうかここで弱いところもちゃんと話しとかないとマジで三強とか言われそうな気がしたんで、しっかりとここは釘を刺して言っておきます。まあそれでもやっぱりポテンシャルはかなり感じるキャラだと思います。この動画を見て興味が出てきた方はぜひ使ってみてください。それじゃあ今日の動画はここら辺で終わります。チャンネル登録と高評価できればよろしくお願いします。バイバーイ。